ボシャボシャ。うっす。今日はですね、ちょっと盆栽に一番大事なことやっていこうかなと思います。水まきですね。水まき、ちょっとアングル変えます。はい、移動してきました。盆栽置いてあるところ、昨日じゃないな、一昨日か、一昨日引っ越してきて、まだ一度も水をまいていません。多分カリッカリになってるんじゃないかな。だいぶ乾いてきてる、だいぶ乾いてきてる。わあ、カリカリや。倒れてるし、引っ越しの時に三段積みで倒壊してから、どんな被害が起きてるのかしっかりと見てないんで、一鉢ずつは結構な被害がね出てるはずなんですけど、ちょっとね目をそらしてるんですよ。目をそらしてると同時に水も空いてないんで、ちょっと今日は水まき準備していこうかなと思います。水をまく環境がまずないんで、それ作っていこうかな。要はホースがつながってないんですよ、まだ。うわー、なんか折れた枝とかね、こういうのね、うわー、こういうのがねいっぱい出てくるはずなんですよ。ちょっと怖えな、怖えけど、とりあえず水まきしましょうか。なんかやばそうなのが一個いたな。ちょっとよっ、飛び出てるし、やばい、よいしょ。ちょっと倒れてるのもいっぱいあるんですけど、一旦水まきましょう。よしよしよし。これこのこいつね、廃れたホースリール、これをここにつなげて水道に、で水まけるようにしましょう。今日はそれだけです。ちょっとその作業やっていきましょうか。これ使っていきましょう。これね、一箇所の水の出口をこれで3つに分配して、今は右側しかつながってなくて、右側がこれにつながってる、ホースリールで、左と真ん中は、向こうの家にいる時は自動換水装置につながってました。ただ今外してあるんで、一旦右しか使わない予定。高木の分配器、はい、これつけていきましょう。まずはカポッて、さすがはい、これでつながったので、これいけるはず。水ちょっと出してみます。漏れなきゃいいんだけど、もう今んとこ漏れてる感じはないですね。これでいけるはずなんだけど、どうなんでしょう。実際に、うわ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 あ、なんかぶっ壊れたぞ。なんかすげえありえない位置で外れました、ここね。こんなとこで外れるって、このタイミングでここ壊れる。なんかね、もう戻してもダメっぽいっす。これなんか簡単に外れるんで、もうこれ壊れましたね。高木の分配器、まさかこんな壊れ方するとは。一旦これ外します。多分ね、ドライバー手動でやった方がいいかもしれないですね。これちょっと電動ドライバー使ったら強すぎたかもしれないです、トルクが。ここにね、若干割れ目が入ってるんですけど、これね、おそらくこれで緩んじゃったんじゃないかなと思います。で、とりあえずここ使い物にならないんで、もうこれは諦めましょう。諦めてここ使う、これあれ、これだけでいけんじゃない、無理かな、これだけ刺さないかな。
お、刺さったけど漏れてる、漏れてる。やっぱダメか、ダメだな。これついたんでここにはめるだけであとは使えるはず。いったっぽい。で水出してみましょう。今んとこ漏れません。いいんじゃね。これで使えるようになってるはずよ。4年間も、4年かな、外、千葉県の外に置いてあったら、置いてたら、こんなに、お、出たー、水出ましたー、バッチリです。ちょっと、水圧こんなもんですね。若干弱いかなーっていう気するけど。まあいいか。しゃあない。水が出るだけありがたい。それではこれで完遂していきましょう。ブーゲンベリア。はい、終了。一旦完遂完了です。一応負けたと思うんだけど、思ったよりね、水流が弱かったですね。水圧が弱かった。これどうしようかな、今後の課題になってくると思うんですけど、水圧弱い問題。ちょっと完遂するのにもね、結構時間かかっちゃうんで、水圧弱いと。なんか改善策考えないといけないですね。でっかいタンクに水溜めて、そっから吐き出すみたいなことができれば、水圧弱い問題も解消できそうですけど、そんな大掛かりなことができるのか。朝日が当たって、綺麗ですね。いい、最高。まあ、ちょっとね、場所的には適当に置いてるだけなんで、まあ、一部朝日が当たらないところとかもあったりするんですけど、まあ、その、この、なんていうんだ、日当たり加減とかも見ながらね、今後は、ちょっとこの庭にどんどん盆栽並べていこうかなと思っております。千葉から持ってきた時は、これでもすげえ量だなと思ってたんですけど、それがね、この一角に収まっちゃってるんで、庭的にね、この一角に収まっちゃってるんで、あとどんだけ盆栽置けるんだっていうワクワクもあるし、ちょっとやんなきゃいけないことが多すぎてね、手が回ってないのが現状ですけど、まあ一個ずつゆっくり解決していくしかないと思うんで、頑張ってやっていきます。はい、ということで埼玉で初完遂完了でございます。これ埼玉の井戸水なんで、あの少しずつ木の中に入ってる水分が埼玉の水に書き換えられていくと思うんで、少しずつ埼玉の木になっていくんじゃないかなと思います。今はね、まだ千葉の水分が含まれている状態だと思うんですけど、もう少ししたら純埼玉の盆栽になっていくと思います。埼玉の水で作った盆栽。はい、OK、じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。バイバイ。